イギンゲンは、ドイツビュルテンベルク州シュトゥットガルト行政管区のオストアルプ郡に属す町村である。この地域は、オストビュルテンベルク地方及びシュトゥットガルト大都市圏変炎部に含まれる。イギンゲンは、レムス川とライン川の間のなだらかな山の上に位置する。シュベービッシュグミュントから約10キロメートルの距離にある。この町は、北はテーファーロート。 ダインツェル及び月ゲン,ゲン、東はホイヒリン源ン及びベービンゲンアンデアレムス、南と西はシュベービッシュグミュントと境を接している。自治体としてのイギンゲンは、小集落、ブラインコーフェンとシェーンハルトを含む村落イギンゲンの、ほか、アイルリングホーフェン及びエーデルバイラーの各地区からなる。州統計局の2015年現在のデータによるイギンゲンは、 早くも855年に、ウッチンガという名称で、ドルシュ文書に初めて記載されている。1274年からは、アギンガンという表記がなされている。1275年から16世紀初めまで、イギンゲン家がこの村を治めた。イギンゲン家が断絶し、これを引き継いだ、ウッキンゲン家も耐えると、もはやこれを引き継ぐ、貴族家はなくなった。このためイギンゲンは、 シュベービッシュグミウントに編入され、帝国村落となった。この村は、その後、シュベービッシュグミウント軍に属し、1973年の軍裁編でオストアルプ軍に組み込まれた。シェーンハルトは1278年に初めて文献に記録されている。この集落は、現在も農業を主体とする地区である。ブライン公園では、 約10万年前に作られた長名が発掘された。紀元前1万8000年から紀元前4000年の表記の下流度もその痕跡を残している。ケルト人の遺物も見られる。ブラインコーフェンは1288年に初めて文書に記録されている。カトリックの聖マルティヌス教会銀言では、ローマイコールカトリックが主流である。町で、 唯一の教会は1859年に建設された聖マルティヌス教会で、少数の福音主義信者はテーファーロートの教会組織に属している。この町はラインツェルに本部を置く、ライフリッケンホーファー自治体行政連合に属している。2010年2月7日の町長選挙で、クレメンス・シュテックレは97.35%の支持票を獲得して再選された。 彼は1994年から町長々の職についている。ズンガラ、銀字と青字に斜めにに分割。向かって右上に斜め分割線に沿って上に向かって歩む赤い獅子。連邦道 B29 号線が異銀煙と広域道路網を結んでいる。異銀煙には基礎家庭学校が1校あるだけである。この他には町立幼稚園とローマイコールカトリック教会が 運営する幼稚園がある。最寄りの本家庭学校は自治体行政連合が運営する学校がラインツェルにある。その他の学校はシュベービッシュグミュンと及びホイバッハにある。ありがとうございます。